はい、ゆきえもんです。螺旋の宿実況プレイ続きをやっていきたいと思います。よし、じゃあループしてまた最初からになったけど、みんなが信じてくれないよっていうところだね今。うん、誰から話しかけよう。あ、なんか待って、書いてある。達筆な字で書かれた張り紙がしてある。君が子供らに狙われるのはいつだろう。例えば君が管理者室の鍵を手にしたりしたら、この辺りで狙われるかもしれないね。子供らに狙われる。管理者室の鍵を手に入れたらとりあえず気をつけよう。うん。それまでは大丈夫。ここを踏んでも安全なはずだよ、きっと。ああ。これがこの幾何学模様のところはダメだって言ってたとこか。じゃあここから本当に本格的にこうあんまり踏まない方がいいところ、紫の床とか、うん、これだね。ここの、ここ紫の地面、うん、紫の地面にいると凄まじい速度であれがやってくる。うん、あとここ幾何学模様の赤い床、何かが飛んでくる。うん、うん、刃物の場合もあるし、束になった紙の場合もある。うん、うん、じゃあここでやっとこのこのなんていうの、防波ベストとかが役に立ってくるってことだよね。ん？葵がくれた飴、食欲をなくすまがまがしい赤色、トマト味。なるほど。うん、じゃあ話しかけていこう。しっかし月見悪い民宿だな。これじゃ客は来ねえだろ。それになんで電話が置いてねえんだ。普通こういう民宿なら入り口付近に1台ぐらい置いとくもんだろう。うん、ごもっともだ。もうお菓子はないわよ。今はここ踏んでも大丈夫だからね。さくらが奥に進んでないで、だからぼんやりとした顔で何かつぶやいている。葵さんはゆきえもんさんのことどう思ってるのかな。好き放題言ってるようで案外かわいがってるみたいだし、弟みたいに思ってるのかな。同学年なのに。ゆきえもんさん、今聞いてた？うん、なわけないですよね。私ぼんやりしてて、うん、電話見当たらないな。うん、どうしてここにいるのかって。この民宿なんか不気味だし、奥へ行くのは怖いから。奥はかけるさんが見に行ったみたいだからお任せしようかなって。うん、そっか、今度は今までかけるさんが記憶あったけど、記憶がないかけるさんの記憶がない行動によってなんか変わってるんだろうね。あ、タオルがないよ。ここに体を拭くタオルがあったのに。達筆な字で書かれた張り紙。うん。得意点である。得意点である。うん。ん？あ！あ、ちょ、待って待って。え？ここは大丈夫。ここも大丈夫。うん、ここも大丈夫。あー、え？あ、びっくりした。うん、ここ、かけるが行ったところ。かけるさんが奥に行ったんだよね。入れない。あれ？うん、かけるさん。ここにも電話はなさそうだね。インターホンすらないよ。ん？どうしたんだい？怖い顔して。この部屋から出ろ。なんだよその言い草。この辺りは僕が見て回るから、ゆきえもん2階でも探してきなよ。いいから行け。分かったよ。分かったから押すなってば。もう強引だな。じゃあここら付近は任せたよ。うん。この布団の下に血が。血がない。なぜ？どういうことかわからない。今はユーマたちを安全な場所に避難させるのが先決だろう。どこか安全な場所はあっただろうか。
聞いていた通りだ。建物の構成が大幅に異なっている。なぜこんなことが。あー、そっか。また違ってるのか。じゃあどこか安全なとこ、あの屋根裏部屋、屋根裏部屋じゃない？屋根裏か、あの前の前回のそのループの前の時に開けてない屋根裏の一番上か、あと表の小屋の入れなかったとこ。厨房も鍵かかってるか。あれー、いい、生きてないって気持ちいい。どういうことだ。何かが走ってくる。やっと、どい待って、なんかいたぞ。来るか。なんだ、あの子大丈夫？やばい、どうしたらいいの、あれ。あれ、かわせる？ほ、やばい。あ、でも引っかかってくれた？やばい、あの子。ちょっと君！話しかけれない。あ、テレビじゃないや。話しかけれないよ。あれ、名前ってこないのかな？ダメだ。何も言ってくれない。あ、何もない。しょぼん。あれ？あんなに敵から逃げて入った部屋で何もないってことはきっとないと思うから。何もないぞ。やばいぞ。ここかな、じゃあ。厨房の鍵。よし。またさくらちゃん。あ、あー、さくらちゃんが赤おばさんに捕まっている。嘘。そんな、もうここへ。なんだよこいつ。こんなこと。ひー、助け、お兄ちゃん。またなのか。生き延びるのよ、イケモンくん。あなたが生き延びないで、誰がこの先生き残れるの。リンはそう言ったけど、それは正しいのか。本当にこういう言い方をするってことは、さくらを助けましょう。あの時のさくらの最後の姿が頭をよぎった。もう嫌だ、さくらがあんな悲惨な死を迎えるのだけはもう嫌だ。恐怖よりも強い衝動が全身を駆り立て、無意識に突進していた。さくら、よし行け。赤ウバさんの腕が伸びる。一瞬のうちに体をわしづかみにされ、手元に引き寄せられていた。赤ウバさんは片手だというのに万力を回せる力で締め上げてくる。内臓を保護する骨がメキメキと悲鳴を上げ、あ、ダメかなあ、が死を理解した。リンの言うように、どんな人間も赤ウバさんにはかなわない。一度捕まればそれで終わりだ。繰り返すのか、また。いや、もうどれだけ時間を繰り返しても俺たちが助かる見込みはないのかも。おー、傷を負った獣が自らを鼓舞するかのような熱い方向が聞こえた。赤おばさんの力がわずかに緩む。ここぞとばかりに体を縛る拳をこじ開けた。床に転げ落ちて振り返ってみれば、カケルが椅子を持って無我夢中で赤おばさんに叩きつけている。カケルくん、走れ、逃げろ、ユキエモン、走れ。カケル、逃げろ逃げろ、早く、ユキエモン、みんなを誘導しろ。何か知ってるんだろ、走れ。信じてくれててる。葵、ユーマ、サクラ、みんなの視線が自分に向けられていることに気づく。こっちだ。うん、カケル。あ、カケルくん犠牲になっちゃった。なんだあれは、ランランだ。夢よ、私は夢を見てるんだわ。あんな女が現実にいるはずないもの。そうよ、そうに決まってるわ。ちょっと画面下に何かがいるんだが。化け物だった。ユキエモンさんの言った通り。ユキエモンさん、何を知ってるの。カケルが防空壕でユーマにしたことは伏せて、
これまでの経緯を話して聞かせた。うん。ごめんね。くしゃみが。ちょっと待って。ごめんなさい。ちょっとくしゃみ、連続でくしゃみしちゃったのでカットしました。はい、じゃあ続きを読んでいこう。繰り返す時間、消滅と再生。私たちは今、この民宿に着いたばかりなのに、そんなことって、嘘でも冗談でもなかったんだな。しかもこの民宿からは出られないって、わけがわかんねえ。ありえないわよ、そんなこと。普通じゃない。そんなのおかしいわよ。お前も見ただろ、葵。あの化け物の姿を。それよりも、今はカケルだ。あいつはどうなった？無事に逃げられたのか？カケルさん、私たちを逃がすために。なあ、ユキエモン、教えてくれ。俺たちは、これからどうすればいい？ここにいろ。カケルを探しに行くんだな。俺も。ダメよ。どっちか。ユーマかユキエモンのどっちかはここにいなさいよ。ユーマ、ここを任せたぞ。怖いんだね、葵ちゃん。ユキエモン、ここは安全なのね。絶対に大丈夫なのね。化け物は入ってこないのね。わかった。必ず戻ってくるのよ、ユキエモン。まずは記録しておこう。さっきの選択肢で、そのまま防空壕に逃げるっていうのでも、話は続きそうな気がするから、置いとこっかな、ここの。ちょっとじゃあ上で行きます。よし、何かがいるんだが。でも、あの変な本取りたいからおびき寄せよう。へいへい。あれ？秘密基地は安全だが、見方を変えれば、開花で赤おばさんに狙われることが多くなるということ。どういうことだ？秘密基地は安全だが、開花で赤おばさんに狙われることが多くなるということ。階段の上り下りを繰り返すのはやめた方がいい。これ話しかけれるの？算数ドリル。無造作にページをめくると、たどたどしい字で何か書かれている。こんな問題、ひなたにも解けるし、ひなたもっと難しい問題でも解けるし。ひなたの考え方、難しい問題。ごめんね。ひなたの考えた難しい問題。10万引く5万は？1、10、100。次が万だから？1、10、100。1000は？1、10、100。次が万だから？ 10 万引く5万。普通に考えると5万だけど。1、10、100。1000がない。解けたらひなたと同じぐらい算数できる。ちょっと話しかけてみるね。高いところから落ちれば死ぬ。死という感覚、もう思い出せない。あれ？敵じゃない。階段の上り下りはやめた方がいい。霊にも序列のようなものがあるのだろうか。この民宿に存在する霊は2人。聖者をなぶり殺しにする赤おばさんと、我々にはあまり干渉してこない霊のひなた。序列はひなたの方が上なのかもしれない。というのも、ひなたと一緒にいる時だけは赤おばさんも襲っては来ないからだ。常にひなたのそばにいられたら安全なのだが、しかしそうもいかない。あの子はどこか大人に不信感を抱いている様子で、我々とは距離を置こうとする。稀に話す機会があっても、あの子はター君と遊んでくると言ってすぐにいなくなる。
ターくんとはひなたの弟で、ひなたが言うには弟はまだ生きてるとのことだが、常識で考えればこの民宿で生き続けている子供がいるとは考えられない。一体どういうことなのか、落ち着いたらまた何か書こうと思う。心の安定のためにも。松葉幸也。ターくんは、ただの草かと思って踏み込んだら、いつの間にか体のあちこちを切っていた。よく見ればトゲだらけじゃないか。医薬品は限られているのに。友達だって騙したくない。なのにその上、弟まで裏切れというの？そこまでしないといけないの？そうまでして生きなきゃいけないの？こう道がわからないな。あ、嫌な音する。外に行くのはちょっと。びっくりした。マジでびっくりした。音もう音びっくりした。マジで音びっくりした。もう巨大な手形だ。それにしては指がやけに短いような。いや、記録しておく。いや、まだいいかな。油紙を一枚手に入れた。経営者のメモ。この度の民宿の開業にあたり、マミヤ様からは多大なご支援をいただいた。マミヤ様の幼い息子さんが交通事故で亡くなられてから1年余り、マミヤ様はうちの子供の前でも笑顔を絶やさないが、心の傷が癒えたわけではないだろう。私たちはできる限りのことをさせていただこうと考えている。そこで考えたのだが、離れをマミヤ様に使っていただくのはどうだろうか。大勢の中にいては気苦労も多かろうし、少しでも心の平穏を得る手助けになるならば。離れの浴室の鍵は壊れたままになっている。そうと決まれば修繕も早めに頼まなければ。厨房の鍵使った？化粧室だろうが鍵がかかっている。怖い。音楽。大丈夫こっち行って。あれ？なんだ？あ、これ！あれ？あ、減ってる体力。これが草があれか。ここを行けるの？死なない？あ、どこだここは。どころじゃない。俺を狙っていた。危ない。ちょっと待って、まずこれを読んでからにしよう。絵の中からやってくる赤おばさん。絵の中とは何なのだ。どこに通じているというんだ。絵の中に入り帰ってきた男は赤い砂を握っていた。サラサラした粉のような。赤い砂なんてあったっけ。ちょっとさすがに記録しようかな。あ、ちょっと待った。まだ使ってないかな。まあいいや、ここで。はい。届かない。何か飛び出してきた。体力減った。もう一回やってみる。27。飛び出してきた。あ、体力減ってる。やめよう。このウィ、なんだこれ、
行けた。ダメこれ。ダメなやつ。なんで今の当たってもよかったの？わかんなかった。炭をこす、これもか。娘が俺の帰りを待ってんだよ。こんなとこで死ぬわけにはいかねえんだよ。これ、思惑とは全然違う方に行ってるかな。大丈夫かな。なんだろう、この土管。土管の中に入った。あ、隠れれるんだ。あれ、え？追われたら隠れろと。許可証を2枚手に入れた。なんだろう、許可証。青白く光る紙切れ。ひらがなで許可証。子供地下。廊下と書かれている。子供地下から廊下に行ける、なるほど。わからん。でもこっちはもうないよね。だからなんか追われてきたらここに来てここの土管にも隠れれるよと。なんか落ちそうで怖いよね。ここは何か取れるものがないと。あ、なんか使えるものある？アイテムで。ないな、ないと思う。この下。ここ来ていいとこかな、まだダメなとこなんでは。ようやくわかった、赤おばさんの正体。俺たちが戦っていたのは、あの、な、大事なとこ読めない。あの、なんた、だね、ほにゃららたちがにゃにゃにゃらしていたもの。すべて同じだったんだ。何もかも、見上げるという行為が。いいよ、俺頑張ったんだぜ。早く見つけてくれよ。もう動けな。お前の余裕超えた、余裕超えた面が見たいぜ。鍵かかってる。あ、落ちる落ちる落ちる。衝撃の分散かつ生命力があれば、あれば生きる。でもなんで、なんで、なんで生きる。この人たちなんかちょっとヒント言ってくれるんだね。ここ落ちても生命力があれば生きると。多分ダメだと思うから一回飛び降りてみよう。はいと。ですよね。はい、というところでコンパートはここで一旦区切りたいと思います。なんか自由度が高すぎてもうどこに行ったらいいかわからない。はい、でもあの、がぜんみんなを救うために、そう、かけるを探すんだもんね。はい。はい、じゃあコンパートも見てくださってありがとうございました。次のパートもよろしければお付き合いください。ゆきえもんでした。じゃあねー。